あの、夕日が丘商店街っていうのですね、看板が出て、ここで、この夕日が丘商店街の看板に向かって、多分歩きながら、この看板がややクローズアップになるショットなんですけどね、ものすごい複雑なの合成してるので、僕これね、未だにね、どうやって撮ったかわかんないんですよ。ひょっとしたら、この、ここだけマスクを切って合成したのかなと思うんですけど、それだ、鼻とかがあるから、マスク複雑すぎて切れないし、 あの、後ろの背景の夕日、夕焼けの雲をどっちかの方向に引っ張ってるのかなと思うんですけど、本当にここね、わかんないんですけど、見てるとですね、まあ、あの、いわゆるエモいシーンなんですね。えー、このショットでですね、白色は恋人の色の、えっ、ー、とね、あの、サビの部分がかかるんですよ。だから、街の中へ入った時に、あの、 アコースティックギターのイントロでポンポロンポロンポ,ンポロンポロンポロンって花びらの白い色はって女性のデュオですね恋人の色をって歌がかかるんですけどもこの看板が映った時にふるさとのあの人のっていう,こうトーンがスッと上がるからものすごいこうなんかこう感情が盛り上がるんですけどこれもねあの 別にこれあの懐かしさだけではなくて選曲が抜群なんですね。だからあの、まあ、ここら辺もですね、楽しんで、あの、何度見ても僕はこの高音のハーモニーに入るところの高揚感でゾクゾクして泣きそうになっちゃうんですけどね。よくあの、クレヨンしんちゃんの大人って言ってどこが泣けたかった僕やっぱここなんですね。この商店街の看板で、あの、ふるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけど